もともと天使長だった存在が悪魔になったんだ、堕落したんだということについては知っていますが、私はこの出来事は創世記1章1節と1章2節の間に起きたとそう思っています。皆さんこんにちは、松本明弘です。今日はサタンはいつ堕落したのかということについてご一緒に考えたいと思います。ちょうど1年前の8月、私は天使、悪魔、悪霊という3本シリーズの動画を作りました。そこでも申し上げましたけども、神様はご自身に仕える存在として数多くの天使を作られたわけですね。そして天使には自由意志を与えました。つまり神様に従うということもできる、神様に逆らうということもできる、そういう自由意志ですね。この天使たちのトップにいた天使長が神に反逆し堕落した、その結果その天使長が悪魔になった、サタンになったということについてお話ししました。今日悪魔とかサタンという言葉が時々出てきますが、これは同じ意味です。そして一人を指す言葉ですね。そのことについてはイザヤ書の14章12節から15節までに書かれていますので、もう一度確認をしておきたいと思います。明けの御城、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのか。ここでサタンが明けの御城、暁の子と呼ばれていますね。国々を打ち破った者よ、どうしてお前は地に切り倒されたのか。この質問から始まります。13節、お前は心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座につこう。これがサタンが心の中で考えたことですね。神の星々という言葉が出てきますが、この星という言葉が象徴的に用いられますと天使という意味ですから、神様の天使たちの遥か上に自分の王座を上げるというふうに彼は考えた。14節、密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。密雲っていうのは雲が神の栄光、シェキナグロリーを表すことがありますから、まさに主の栄光の頂点に自分は登って、糸高き方というのは神様のことですね。神様のようになろうと彼は考えた。その結果どうなった。15節、だがお前は黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。このように書かれています。天使長がサタンとなったというこの経緯についてはエゼキエル書28章の11節以降にも書かれています。その時に彼は落とされる時に、それまで自分の部下として働いていた天使たちを誘惑したわけですね。その結果全天使の中の3分の1がこのサタンに付き従って堕落した。だから堕落した天使で堕天使とも言いますし、彼らのことを私たちは悪霊と呼ぶわけですね。この3分の1が付き従ったということについては黙示録12章4節の言葉からわかります。ということで、私たちは聖書を通してもともと天使長だった存在が悪魔になったんだ、堕落したんだということについては知っていますが、この出来事がいつ起きたのかということについては聖書は明確に語っていません。語っていませんが、私はこの出来事は創世記1章1節と1章2節の間に起きたとそう思っています。どうしてそう思うのかということについて今日お話ししたいと思うんですが、もう一度ここで創世記の1章1節と2節を確認いたします。普段読み流してしまいやすいところですが、今日じっくりと読んでいきましょう。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。読み流してしまわないでじっくり考えると、あれちょっと変だなという気がしますね。というのは一節で神は天と地を創造した
と完了しているにもかかわらず、なぜか神が作られた地は2節では暴漠として何もなくと書かれている。何だろうこれは。まあ、暴漠っていう言葉も難しいですね。混沌と言った方がいいかもしれない、または英語で言った方が分かりやすいかもしれない。カオスって言いますね。 Chaos and empty、 混沌として何もないという状態になっている。なぜ神が創造したのに Chaos and empty になっているのだろうか。考えられる可能性は3つあると思うんですね。第一に、この創世記1章1節、初めに神が天と地を創造したという言葉は、これから神様がどのようにこの世界を作ったかをお知らせしますねという見出しのようなものであって、何らかの理由でもうすでに混沌としたものはあった。その混沌としたものを利用して神はこの天と地を作られたんだという解釈。もしそうだとすれば、神は無から有を作ったというよりも、もともと何らかの理由で存在していたものを使ってこの天と地を作ったということになりますね。第二の可能性、それは神様はまず混沌を作り、そしてそこからこの天と地を作られたんだという考えです。そして第三、それは神様は一節で天地を完成させたんだ、しかしそれが何らかの理由で混沌となってしまったんだ、なぜ神様が作られた天と地が混沌となってしまったのか、それはこの一節と二節の間に何か重大な出来事があったからだ。その重大な出来事とは何か、それは天使長がサタンに堕落した、その結果このようなことが起きてしまったという考え。これが私が立っている立場ですね。なぜかって言いますと、創世記3章まで行きますと、アダムとエバが罪を犯したことによって被造物全部が呪われてしまい、茨やアザミが生えるようになった、そして今日のような世界にまで発展してきてしまったとするならば、天使長が堕落することによって神が作られた天と地が破壊されるということは十分にあり得ることだと思うからです。この立場、この考え方、これは創世記1章1節と1章2節との間に、まあ、どれぐらいの時間的ギャップがあったかわからないけれども、とにかくここにある程度の時間的ギャップがあったという意味において、ギャップ理論、ギャップセオリーと呼ばれています。またはサタンの堕落によって一度破壊されてしまったものを、3節で神様は光あれとおっしゃって光を作られた、6日かけてサタンによって破壊されたものを修復されたんだという意味において修復理論とも呼びます。英語では Restitution Theory というわけですね。この立場が正しいとするならば、創造は2段階であったということがわかる。はじめに神が天と地を創造した、しかしサタンの堕落によって破壊されてしまった、それを神様が修復された。このことが分かったときに、私はなぜ終末論も2段階であるのかっていうことが分かったような気がいたしました。終末論の話で時々申し上げますけれども、キリストが再臨したときにメシア的王国、それは別名千年王国って言いますね。つまり期間限定、千年間だけの王国を作り、その後白い御座の裁きを経て、そしてそこでサタンが完全に火の池に投げ込まれて、その後永遠の秩序として新しい天と新しい地が始まる。これが黙示録21章に出てくるんですが、そのことを私も時々申し上げておりますが、なぜ神様は二段階の終末論をご計画しているんだろうか。
イエス様が再臨された時にもうそこから永遠に続く世界が始まってもいいじゃないかと思うのですけれども、この創世記の冒頭の箇所のことが分かった時に、なるほど、創造も二段階であったゆえに終末論も二段階、つまりアダムとエバが罪を犯したことによって破壊される前の世界をキリストが再臨された時に設立してくださる、つまりアダムとエバが生活していたあのエデンの園のような世界、それを私たちは体験することができる、それが千年王国だというんですね。でもそれで終わらずに、創世記一章一節で初めに神が天と地を創造された、その時に完成されたその素晴らしい天と地を私たちは味わうことができる、そこに住むことができる、そのために最後に新しい天と新しい地が用意されているんだなということが分かった時に、私はますますその世界に住むことが楽しみになりました。千年王国に住めるだけでも本当に素晴らしいと思うけれども、サタンが堕落する前に神が作られた世界、そこをも私たちは体験することができる。どうすればそこに入ることができるのか、それはイエス・キリストを信じるだけです。イエス・キリストがあなたの罪の身代わりとなって十字架で死なれ、墓に葬られたけども3日目に復活された、この福音を信じるだけで私たちはその世界に住むことができる。こんな素晴らしい福音を私たちは与えられているのだということが分かり、ますます将来に対する楽しみ、希望が湧き起こってきました。まあ、このように創世記と黙示録もしっかりとつながっているわけですね。それではこの続きは次回またお話ししたいと思います。ありがとうございました。